はい、どうも、ラズです。今回ですね、芝系コーチング企画パート4となります。今回見ていくのはですね、あがら市場のガチホコバトルとなります。パワーのね、増減はですね、なんと彼、2700を超えました。すごいですね。はい。2700を超えて、今2730ということで、パワーが爆伸びしております、彼。はい。すごいです、これ。普通に。すごすぎます。1ヶ月で、今日まあね、投稿するのは6月30日なんで、たった1ヶ月で、彼は、X パワーをね、もう200以上も持ってます、ローラーで。これすごいと思います。はい。ということでね、あと300上げないといけないのでね。あと300上げれるようにね、しっかりコーチングしていきたいと思います。見ていきましょう。さあ、見ていきましょうか。ヤガラ市場のガチホコですね。まあ、ヤガラ市場、まあ、結構押し込まれるとね、だいぶきついステージなんで、押し込まれたくないですね。まあ、編成的にはちょっと相手の方が強いかな。ちょっとやっぱエナスターのね、有無がね、しんどい。さあ、ここ割りで1枚やって。さあ、いい感じ詰めて、2枚やって、うますぎる !3 枚目もやって、オール衝動4枚やったぞ、この男。強すぎる。さあ、これちょっとバリア早いな。まあでも、まあまあまあ、カウントは確実に進むけど。いや、まあ、早くても、早い方がいい。さあ、もう1枚やって、さあ、相手3落ち、さあ、このカーボンさえやれば。いや、でもバリアもう溜まるな。バリア溜まった。マニコラやって、バリア、いやー、ちっちゃい。ちっちゃい。これ、でかかったらカーボンやれたってある。さあ、これ、スルスルにやれてしまうが、味方がホコ持ちをしてくれて、8カウントまで進んでいく。さあ、しかも味方がここで2枚やってくれてますね。これ攻めの継続したい。さあ、このカーボンやれるんだろうか。やっていく。うまい。いいよ、バリア貯めて、カーリング投げて。さあ、これトルネードと一緒に行っていいんじゃねえか。いやー、これ一緒に行ってよかったんじゃない？これ、結構ローラー大事なんですけど、味方のスペシャルと一緒に、こう、詰めるっていうのは結構強くてですね。まあ、例えば、まあ、一番わかりやすいのはやっぱトルネードとかナイス様。トルネードとかナイス様って相手の視覚を完全に断ち切れるんですよ。なんで、それと一緒に詰められたら、絶対にローラーの位置なんてわかんないんですよ。なんで、一緒に詰めるっていうのは結構大事ですね。まあ、トルネーナイス様は分かりやすいんですけど、まあ、例えばウルトラショットとかでも、一緒に詰めることで、ウルトラショットからまず逃げないといけないっていう、まず状況が発生しますよね。で、そこに、ローラーの奇襲がかかったら、もう絶対倒せるんですよ。なんで、味方のスペシャルと一緒に前へ詰めるっていうのは結構大事ですね。うん。これね、結構大事です。俺も最近意識しないといけないなって考えてることですね。はい。なんでね、その味方のスペシャルと詰めるっていうのは意識したいんですね。うん。さあ。また相手に落ちしてるから、攻めたいけど、おぉ、なんすび？さあ、なんとか生存して。さあ、でもこれ中央取られちゃったね。この中央取られたの結構渋いか。さあ、ちょっと姿さらしすぎな気もするぞ。姿さらしすぎな気もするぞ。これ死ぬぞ。いやー、これちょっと姿さらしすぎだね。もうローラーここにいますよって言ってるようなもんだって。ちょっと姿さらしすぎだな。多分右からパリン来てるぞ。マニコラいるんじゃないか。あ、ただ、右からがマニコラ来てくれた。さあ、ここ絶対死にたくない。絶対死んだらダメ、ここ。カーボンできればやりたいけどさ、もう無理しなくていい、無理しなくていい。いや、ただ相手エナジースタンドが来てしまっている。ただ3落ち。
俺詰めていいんじゃない？一緒に。うん、いいね。3枚一緒に詰めてやってくれる。いや、これバリアいらないでしょう。まあ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 、いいでしょう。ただまあ、ちょっとこの3落ちはまずいですね。さあ、これ一気に進まれるんじゃないか。お、ただサメライドが刺さって2枚死んでいる。やられた方を見に行くがいいな、いい。なあ、いい。いやー、デスタイミングが悪すぎる、これ。デスタイミングがまずすぎる、あまりに。絶対に死んじゃいけない場面で死んじゃってるのがまずいですね、これ。いや、これもちょっと前すぎるんだよな。いや、まあまあまあ。1枚やれてるから、OK。さあ、どっかのタイミング詰めたいけど、味方のスペシャルと前行きたいが、さあ、いい潜伏だけど、刺さるかこれ。あ、食い棒で引っ張れたね。さあ、これ下がりたい。いや、下がれないか。んー、デスタイミングがまずいね。今の味方飛びしたい。あー、3落ちちゃった。どうだろう。さあ、スパッタリーが頑張ってるが、いやー、終わった。え、でもワンチャン、相手に落ちるから、ワンチャンある。いや、このホコ爆破です。やばい。まずすぎる。あー、このまま押し切られちゃったかな。あー、なるほど。いや、ちょっとね、これね、デスタイミングがちょっと悪すぎるな。防衛で絶対死んじゃいけない場面で3デス、4デスぐらいしちゃってるんで、それがちょっとまずかったね。あそこは、最初の1デス目は、ちょっと体さらしすぎ。とか、まあ、あとは、なんだろうな。こう、もうちょい、待ちでいいかな。うん。防衛の時こそ。攻めめっちゃ良くなってるし、その、前行くタイミングとかめっちゃ良くなってるから、後ろでもう、防衛の時ももうちょい後ろでこう、カーリング投げて牽制したりしながら、こう、今ここってタイミングで前詰めてキル取るっていうのが多分、いいんじゃないかな。ちょっとデスタイミングがあまりに悪すぎるかな。この試合キルで割ってないから、キルで割ってなくて負ける試合って大体その、有効キルが少なかったり、デスタイミングが悪かったりして負けてるんで。そうだね。これは完全に防衛のあの4ですが、ちょっと痛かったかな。3、4ですが。あまりに痛かったかなって感じですね。まあ、ああいう時って、まあ、特に相手エナジースタンドもあるから、結構突っ込んでくることが多いと思うんですよ。特にこんな相手マニュコラとかいるし、だからもうもっと待ち目でいいと思うな、たまにね。だカーリング流しつつヘイト稼ぎながら待って倒すっていう方がこの試合良かったんじゃないかな。やっぱりエナジースタンドがあるないっていう、相手にいてこっちにない時ってそのエナジースタンド効果中をこういかに無傷で、こう返すかっていうのが結構大事になってくるから。やっぱ街の立ち回りが強いと思うなぁ。まあ、特にこの試合はね、矛とか、ま、もともと街の立ち回り強いけど、この試合は特にその街の立ち回り意識した方が強かったかもねって感じですね。まあ、今日言いたかったのはとりあえず味方のスペシャルと一緒に詰めるっていう意識と、ちょっと体さらしすぎかな、防衛の時に。そこの2点意識したら、もうちょい上いける、いけると思います。まあなんならね、別にこのままでも、全然いける気はしますけど。3000ってなってくるとやっぱね、大きな壁になってくるんで、はい。その2つをね、意識してほしいなと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。またね、次回の動画、来週アップしますので、そちらもご覧ください。ぜひね、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。それでは、またね、バイバイ。